最初になんですが、宅建試験を受けようと思った理由教えてください。仕事の業務ではあまり使ってないんです。はい、ただ会社としてはこう登録をしているもんですから、何かこう資格チャレンジしたいなという時にこの宅建士が思いついたというところでございます。はい、実は6年前にもですね独学でトライをしまして、独学で、はいはい、ただもう最初 の、 参考書の数ページでちょっと諦めたという経緯もありまして、はい、自分の中ではハードル高いなというふうに思っておりました。なるほど、そうだったんですね。なぜ通信講座そしてフォーサイトを選んだんですか。はい、試験のですね4ヶ月くらい前に、はい、まあ、これから始めようということで、まあ、コロナ禍で時間を持て余しているのもありましたので、まあ、そこからですね大手のスクーリングに通うのはですねちょっと日程的にも難しいなというと、それからまあ業務もありましたので、何かこう自宅でできるもの、はい、それからまあ外出しなくてもいいものがいいかなということで、通信教育を探しましたが、その中でもフォーサイトすごく取り寄せるとですね、カラーでこう見やすいですし、これだということで、こちらでやってみようということを決めました。そうだったんですね。よく使ったなという教材って何になりますか。そうですね、やはり e ラーニングを通してですね、まあ、講義も聞きましたし、テキストもそれを使いましたし、はい、そこが一番まあ、移動中も使いましたし、よく使ったと思います。活用されたんですね。はい、じゃあせっかくなんで、まあ、いろんなメニューあるんですが、はい、その中でもなんかよく使ったメニューってありますか。いや本当に全て使ったと思います。電車の中で、PDF の教科書を読んで、はい、それから、まあ、時間はある時に、習熟とテストをしてとかですね、本当に全て使い倒させていただきました。そうだったんですね。はい、合格グッズといって、はい、ポスターやシャープペンシルなどをお配りしているんですが、はい、やはりシャープペンシル今日も、持ってきましたが一番使いました。本当に非常に使いやすくてですね、使いました。そうだったんですね。はい、でポスターちょっと開いた時に家族からちょっと、失笑を受けましてですね、ちょっとすぐしまいましたけど、絶対合格とかあるんですけど、そうですね、はい、隅の方に引き出しの方に入れてですね家族にはバレないところで自己決算たまに開いてそうですね。そうだったんですね。はい、なるほど。勉強時間の作り方、はい、確保の方法にすごく苦労されてるんですけども、はい、進藤さん自体はどうでした？幸いですね、今コロナ禍で外出もできない時間が多いですので、まあむしろそこはチャンスだというふうに私は思います。まあ、飲み会とか会食にも行けませんし、休日は家族となかなか外出できませんので。確かにもしかして進藤さんお酒の方が、お好きで。そうですね。飲み会ない時も自宅に帰って晩酌をしてたんですが、その4ヶ月間は、はい、やめようということで、はい、一切一滴も飲まないという、日々を過ごしました。本当ですか？はい。断言します。ということは、1日どれぐらい勉強されました？始めた3ヶ月間はですね、平日おそらく2、3時間ぐらい、それから休日は8時間ぐらいでしょうか。はい。それと1ヶ月前になるともう平日は4時間5時間、はい、それから休日はもうほぼ起きてる時間はということで12時間ぐらいやってましたでしょうか。でも平日はまとまってってやはり難しいですよね。おっしゃる通りです。その後隙間、やはり隙間時間。そうですね。勉強で一番注力した科目ってどれになります。はい、これは先生もおっしゃってましたが、やはり業法にですね、すごく力を入れました。はい、やはりすごく、まあ、取りやすい科目だと思いますし、逆に落としてはいけない、はい、科目だなというふうに思います。そうですね。総合的な点数って覚えていらっしゃいます？はい、44点でした。44点。はい。じゃあもう試験、まあ、自己採点されて、はい、発表まではもうのんびりと言いますか。まあ、多分間違いないだろうなというふうには思ってましたが。まあ、そうですよね。はい、で実際に合格証書も届くわけじゃないですか。はい、どうですか、もう交付まで。交付いただきまして、無事に、はい、早速、はい、会社でこう自慢をしてもらいました。名刺にも、はい、ぜひ ね、はい、入れて。どうですか、実際に受けられてみて。はい、まあ宅建試験を受かってればですね、一つの関門はクリアしていると思いますので、そういった講習もそこまで気にすることなく、はい、大丈夫だと思います。
ズバリ振り返ってみて合格の秘訣、はい、これが良かったなというものは何だと思いますか？そうですね、フォーサイトの、まあ、教材を信じてですね、はい、まあ、それ以外のものはやらない、もうこれだけを 100% 習熟しようって、その、気持ちが良かったというふうに思います。今コロナ禍ですね、非常に大変な時期ではありますが、逆に時間が作れて、私はチャンスじゃないかなというふうに思います。初学者の方でもぜひフォーサイトの教材を使っていただいて、一生懸命勉強していただければ必ず受かる試験だと思いますので、ぜひ頑張っていただければと思います。